どうもお疲れ様です。まあね、あの、有料の商品をね、売ってくれ、復活させてくれっていう要望も結構あるんですよね、私の方はね。まあというのが以前、1年か2年ほど前までですかね、えー、速っ塾の方でねあの、有料の、まあお試しコースではないですけどもねあの、YouTube の有料チャンネルっていうのをやってたんですよ。それが毎月300円か400円ぐらいで、 あのサブスクリプションで参加できるんですけどもあの月に1回以上の情報が流れるんですよねその情報を活用すると数千円から数万円儲かるよっていうやつがあるんですよ、まあ、あの私得意なやつなんですけども最近って言ったらね住宅展示に行くとかね、えー、それから今年に入ってカーディーラー調査ってのがあるわけですよあの車の試乗会に行ったら1万円とか1万5千円とか2万円とかもらえるっていうのがあの3ヶ月に1回ぐらいこれあるんですよ、うん、で 複数のカーディーラーでやってますんで、えー、だから1日にね、2カ所3カ所に行って、まあ3万4万ゲットすることも可能だよみたいなね。で、こういった情報を今は無料で流してるんですけども、いや、それをね、有料にしてくれっていうわけなんですよ。まあね、有料チャンネルまた復活させてもいいかなと思うんですけどもね。うんまあ、とにかく、価値があればお金を払いたいっていう人は、まあいるんだろうなと思います。もちろん、価値があるけどもお金払いたくないっていう人もね、これはたくさんいると思います。 例えばパン屋さんに行っておいしいパンがあるとただで欲しいってい人もいると思うんですよでも価値のあるものにはお金払ってもいいよっていう人もねいると思うんですよただ割合としては何でもただでもらえる方がいいっていうのがねまあ人情ってのは分かりますけども、うん、まあでも供給側のその価値を高めるためにもお金を払わせてくれとで払わない人には是非広めないでくれっていうニーズがあるのもユーザーとしては、うん、あるんでしょうねきっとね あとにかくまた有料のチャンネルねちょっと今月中に開脚したいと思いますねこれはねまあそんな感じで今日も頑張っていきましょういってしい